水人天皇、水人天皇、水人天皇、水人天皇29年1月1日、水人天皇99年7月14日は、日本の第十一代天皇在位、水人天皇元年1月2日、水人天皇99年7月14日、危機における伝説上の人物、水人天皇の第三王子、聖母は、 皇后のお魔女姫命、美巻姫の御子と、二十四歳で皇太子に建てられる。父三角が崩御した、翌年の一月二日に即位。即位二年に彦沢王、天皇の叔父の娘の京歩姫を皇后とした。即位五年に、皇后の兄の京歩彦が反乱を起こし、皇后もこれに従って、兄と共に焼死した。即位十五年二月。 丹波道主王の娘のひばす姫を新たな皇后として、大田良彦孫、慶皇天皇、山和姫井のちらを得た。即位三十七年、大田良彦孫を立大伝し、即位九十九年、崩御。伊勢神宮、武器奉の、相撲、埴輪、鳥海といった、様々な文化の発祥に関わったとされる。官風志望である、水人天皇は、代々の天皇と同様、 奈良時代に、大江の御船によって先進された。即位三年、巻向く玉城宮に塔を移した。即位五年、天皇の十枚にあたる京保彦は、妹の皇后をそそのかして、天皇を暗殺しようとした。皇后の京保姫は担当を渡され、寝ている天皇をおさせと言われた。しかしもう少しというところでどうしてもできず、天皇にすべてを打ち明けた。天皇は、 京歩彦を討伐することにしたが、兄を見捨てられない京歩姫は、自分が生んだ天皇の子を連れて京歩彦のもとに走った。天皇が京歩彦の城に火をつけると狭母姫が飛び出してきたが、この誉れつべつ命だけを預けて燃える城の中に戻って待った。京歩姫は、兄と共に焼け死んでしまった。残された誉れつべつ命を天皇は可愛がったが、 誉れつ別命は大人になっても言葉を話すことができず子供のようだった。ある時白鳥がやってきたのを見て誉れつ別命はあれは何だと初めて言葉発した。喜んだ天皇は湯河湧いた巨にその白鳥を捕まえるよう命じた。湯河湧いた巨は出雲で白鳥を捕まえて献上し白鳥を誉れつ別命の遊び相手にした。すると 誉れつ,つ命は言葉を話せるようになったので、ここに、鳥取部、鳥海部、誉れ部を設けた。古事記にはさらに詳しい話がある。即位十五年、天皇は丹波同士王の娘たちを新たに高級に入れた。長女のヒバス姫は、皇后となった。しかし末娘の鷹の姫だけは醜かったので、故郷に返した古事記では、歌しこり姫、縁屋姫、 大いに恥じた鷹の姫は葛野ので腰から、闘神自殺してしまった。即位二十五年、部、定家別、被告に武器、大鹿島、物延ノ地根、大友武彦の五大部を集めて、先帝の異業をたいたて神を祀ることを受けた。同年、アマテラス大臣の祭祀を歪す姫が生んだ巫女の、大和姫命に託した。宇田、大海、美濃と回った、ヤマ姫命は、 最終的に伊勢に落ち着き、伊勢神宮を建立した、元伊勢伝承。即位27年、初めて見明け、天皇の直轄地を作った。また諸神社に武器を堅納し、新地、神戸を定めた。即位35年、この五十慶時期入彦命に、河内国の高石池や地ぬ池をはじめ諸国に、多くの池水をかせて、農業を盛んにした。即位88年、 アメノヒボコのヒコの,の清ヒコに、田島の神宝を献上させた。即位九十九年崩御。日本書紀の伝えるところによれば、以下の通りである。機械的に西暦に置き換えた年代については、上古天皇の在位年と、西暦対象表の一覧を参照。宮、皇居の名称は、日本書紀では、巻向玉木宮巻向の玉木の宮、古事記では、敷玉垣宮。 四季の玉柿の宮。伝承地は、奈良県桜井市穴市周辺。なお、京都府瀬郡久美山城一田の地には、宮城跡と,とされる地域があり、その地には、水人天皇と、和家清丸を祀った、玉城神社、久瀬郡久美山城大技一田正寺玉城二の位置がある。三笹岩、宮内町により、奈良県奈良市に辻西町にある、菅原伏見棟領。 菅原の伏見の東の御捧ぎに地上されている。区内頂上の形式は前方公園。遺跡名は宝来山古墳で、墳九町227メートルの前方公園墳である。古事記には御陵は菅原の三立野の,の中にあり、日本書記には菅原伏見両、菅原の伏見の御捧ぎ、俗日本記には伏見三陵とある。縁起式領領には、 菅原伏見棟梁、菅原の伏見の東の御捧ぎと記される。現在の宝来山古墳の堀の中、南東に田島守の墓とされる小島がある。この位置は、かつての堀の包み状に相当し、堀を貯水のため拡張して、島状になったと推測される。しかし、戸田忠之等による文級の治領図では、この墓らしきものは描かれていない。また皇居では、 高齢殿、九中三殿の一つにおいて、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。資料は、突起のない限り、日本書紀による。七味門の主神天皇は豊木の地と、勝目村、後の水仁天皇の兄弟のどちらかを皇太子に、しようと考えた。そこで二人が見た夢から決めることにした。兄の豊木の地は東に向かって、武器を振るう夢を見た。 弟の勝目め村は縄を四方に張って、スズメを追い払う夢を見た。兄は東しか向いていないが、弟は四方を見ていると判断した父ミカドは、勝目めみとを交代しにした。遠間村に遠間宿足という教者がいた。大間宿足は自分より強い者はいないのか、全力で力比べできる相手はいないものかと、不意調していた。そこで、 出雲国造家の飲みのクネが召喚された。飲みのクネは、東馬宿足と互いに蹴り合った末にその腰を踏み折って、勝ち、宿足が持っていた、大和国東馬の地、源奈良県葛城市大麻を与えられた。これが、相撲設置への起源だとされる。皇后の日バス姫命が亡くなった時のことである。少し前に亡くなった、大和彦命の葬儀で、 近所者を集めて巡視させたありが、あまりに無謀たらしかったため、天皇は巡視の風習に変わるものを考えていた。そこに、飲みのクネが進み出て、出雲国から百人の秩父、はじべを呼び寄せることにした。飲みのクネたちは人や馬の形をした焼き物を作り、巡視者の代わりとしてはどうかと提案した。これが、埴輪の起源だとされる。天皇はこれをて、飲みのに、 ハセしン、はの海のせいを与えた。なお考古学的には、人型や馬型の埴輪はかなり後になって出てくるもので、あり、この話は正しくないことがわかっている。天皇が山城の京都府南部に行行した時のことである。木、飛べ、ニハタ飛べという美人がいると聞いた天皇は、もしその人と縁があるならば随調があるはずだと、制約、受け絵をした。もうすぐ暗宮。 宿に着くというところで大きな亀を見つけた天皇は、矛を取って突き刺した。すると、亀は白い石へと変わった。なるほど、これが随調なのだろうということで、木戸部は高級に召され。天皇は晩年に田島守を床予告へ使わして、肘高好み、時軸の核のみを探させた。床予告にたどり着いた田島守は、 ひじこ好みがたくさんなっているのを見つけた。そこで身を持ち帰ったのだが、すでに天皇は亡くなっていた。帰れるとは思えないほどの困難な旅を成し遂げたはずの田島守は、しかし天皇のもとに身を持ち帰るという目的を果たせなかった。悲観した田島守は天皇の墓のそばで自殺した。この実は今の立花であると、日本書紀に書かれているが小説ある。日本書紀 古事記に見える水人天皇の自責は総似的元端の性格が強いため史実性を疑問視する説もあったが近年においては実在を認めることも多い。日本初期の水人天皇即位前期によると水人天皇はスジン天皇29年に誕生し24歳で皇太子になったとある。つまり立太子年はスジン天皇53年である。ところが スジン天皇元年二月上では、これより前に、お魔女を姫が、水人天皇を生んだとある。また、スジン天皇四十八年に、水人天皇が立大使されたとある。つまり、皇太子になったのは四十八歳以上でのことである。これらは明らかに矛盾する記述となっており、スジン期と水人期で依拠した資料が異なると、推察される。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。